はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は11月19日になりますけども、朝4時39分の相場解説です。今週ね、月曜日、火曜日、水曜日とセルで取れっぱなしだと思います。本当にこんなにね、やりやすい週はないなと思いますね。これ月曜日から見えてましたんで、月曜日から20万円を目標にね、セルでエントリーかけるよっていうふうな宣言した通り、月曜日、火曜日とセルで取って、水曜日セルで取って、そして今日もおそらくセルで取れていけると思いますので、このまま続行していこうかと思います。それでは相場解説をしますけども、もう今週の、ね、目標の20万はね、やっぱり楽々クリアしましたね。ここからはその20万円を死守しながら、まあ30万円突破はいけるだろうと思います。1週間で30万円ですからね。これはね、こんな週はなかなかないと思います。確かに、ね、派手な、ね、ドカーンバカーンという動きではないですけども、これほど綺麗にトレンドが形成される前にトレンドが見えてる週もね、珍しいんで興奮してお届けしております。まあ先月はね、結構苦心したんですけども、こうやってね、人生楽あれば苦労もあるということで、苦労の後にはこうやってね、虹が見えるような週もやっぱりあるんだなということで、黄金週でございます。多分今年最後のチャンスが今週だったんじゃないかなと思いますよね。ここまで利益を伸ばせるとはね、ちょっとロットを積み込んでいこうかなと思いますけども、まあまあまあ、勝ち続けた後は精神状態がおかしくなってますんで、抑え気味に行って、今日を最後のエントリーにして、明日はね、見守るだけにしてブレーキをかけていこうと思います。やっぱりね、順調に進むと図に乗るところもありますんでね、そこを私はね、冷静に、まあ、土に帰ると言いますか、初心に帰ると言いますか、待て待てっていう気持ちになって、なるところかなと思いますね。やっぱりね、負け続けても精神おかしくなりますし、勝ち続けても精神おかしくなるんで、やっぱりね、精神力の勝負のフェーズに私はいますんでね、資金量をボンといく、その精神はなんとか突破できたんですけども、勝ち続けた時にあえて自分でストップすると、最高潮の時にやめるっていうね、このやめ時に対しての私の挑戦が今回の動画になると思います。それでは画面切り替えていきますね。前置き長くなっちゃってすいません。今日は4時間から見ていきましょうか。今これ4時間足ですね。4時間足の分析をちょっと思い出していくと、ここでこんな形になっていてね、ここと符合するよねってことだったと思います。でセルが始まるよっていうところから、まさにセルが始まって、一旦 N を書いてもう一回深いセルが入ってきたなってことで、ここはね、私夜寝ていたんで被害に遭わなかったんですけども、この下に向かうところ3発取れたかなってことですよね。で今日もセルでいきますよ。ここまでいくっていうふうに申し上げてましたんで、ここまではセルで迷いなく進んでいきます。移動平均線もズバッとね、下の方に勢いよく伸びてます。4時間でした。迷いはないです、これは。はい、で1時間になるともっと迷いがないです。ここは私が寝ていたところですね。繰り返しますけど、ズバッと進んでますね。ズバッとね、もう言うことないですね。もう解説いらないです、こんなに綺麗なトレンドがかけていたら。で一瞬またね、上昇してここと同じように組み上げて下にバコンと行くところも考えますけども、それも込みでね、セルでかけていこうと思います。もう大胆にね、ロスカットラインはこの辺でいいですよ、104円の545とかでね。で今103円台入ってますから、103円102円の方向に行くっていうふうにずっと前から申し上げてきた通り、週足とかね、日足を見てもこれセルしかないですから、ここでバイで取るっていうのはかなり至難の技ですよ。それこそこれを分かってないと取れないんですけども、私はこれを取れるほどね、卓越してませんので、もうセル一本やりです。セルを繰り返していくことによって7割セルで取れて、3割ね、こういうイレギュラーがありますんで、3割は失うと思います。いや、もっとですね、9対1くらいですね、これはね。だからセルで間違いないですよ、今週は。ずっとセル。それしか言うことありません。はい、終わりです。もうこれで解説はないです。はい、ということでね、ややこしいこといろいろ言うよりも、ここまで綺麗なトレンドをかけていたらセルしかないんでね、もうこれで OK だと思います。もう他に言うことはないです。これでね、もしロスカットを含めてダウ転換が起きたんだったら、それはね、まあ一つの反省材料といいますか、永遠にセルは続かないよってことで考えていけばいいと思いますけども、私の場合は一歩手前でブレーキ踏みますんで、今日境に明日のエントリーはちょっと控えるということで、今日だけセルで行ってみます。でさらに取れればそれでやめて利確 OK ですし、今日逆撃を食らったら、あ、まあ20万円プラスをちょっと死守できたぐらいでいいかなっていうところで納得しようかと思います。それでは本日は以上です。まあ楽しいですね。